と、ボッカンクと申します。イフトボール2024実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、こちらのショータイムカード、ソン・フンミンね、昨日当たったので、早速使っていきたいなと思っております。そしてね、捨て振りもしました。はい。で、能力値こんな感じになっております。まあ、スピード、まあ、ちょっとドリブルがそこまで上がらなかったんですけれども、まあ、これはもうスピードでぶっちぎってなんとかしようということで、それにプラス、この新スキル、ね、何だったかな。何やったっけ、ブリッツカーブね。ブリッツカーブでちょっとね、叩き込んでやりたいなと思います。果たしてどうなるのか。で、ブーストをするとこんな感じですね。スカッドに入れたらもうちょっと能力高くなると思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、それでは対戦相手の方決まりましたということで、やっていきたいと思います。3-2-3-2のフォーメーションです。見てください。相手の両センターフォワード。いや、センターフォワードじゃないな。サダはセカンドか。いやー、まさかここまでブリッツカーブを持った選手を普通に起用してくるとはな。なるほどなるほど。まあ発動させたいんでしょうね、普通にね。まあ、そこをね、逆手に取っていきたいと思います。はい、うちの方はこちらソン・フンミンですね。まあ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 、僕のソン・フンミンもブリッツカーブね、狙ってね、やっていきたいなと思います。はい、ということで、そんな感じですね。さあ、やっていきましょう。ゴー。さあ、それでやっていきたいと思います。よいしょ、痛いな。ウティがダーティー、何や、あれ。お前寝るな、そこで、ほんま。意味がわからん。お、やば。やばいぞ、やばいぞ。ブリッツカーブじゃなかったね。普通に打ってた方が良かったんじゃないの？オッケー、いいよ。さあ、ハキミ。ここはハキミで上がっていく。ミスったな。パスしちゃった。さあ、メッシュ、叩き込んだ。いいですね。ブリッツガーブに気を取られてる隙にリオネルメッシで仕留める。これです。もう今週はこれです。ブリッツカーブを使ってくるような相手に当たるとこれが効くと思います。どうした、ちょっとブリッツカーブ狙っていきすぎたかなみたいな。いや、積極的に仕掛けましたよね。ドリブルの推進力もあって、どうブリッツカーブで仕留めるかってところでしょうね。さあ、ソン・フンミンどうする。ダメですよ。さあ、フリーキックですね。ただこの位置は怖えぞ。これは大きな一点になりましたよね。この昔のボルダっぽいねんけどな。ジェノアかロブ、ちゃうな。どこやろこれ。昔のボルダっぽいユニフォームやねんけど、でもあんなに赤青はっきりしなかった気がするな。あの、リバードがいた時代、あの辺の、キエザまで、おい、おいおい、キエザおんぞ、よう見たら。このセカンドボールは、フェデリコ・キエザ、マッチアップのシーン。惜しいね。やっていきたかったんだろ、見え見えですよ。ゴミヤスから大きく立て、さあ、ここは。さあ、来た。でも、枠に入らない。ちょっとブリッツカーブのね、難しさはね、もう身をもって体感してますから、こっちは。割と発動しないんですよね。発動しないというか、なかなかそううまいこと、チャンスに巡り合わないんですよね、ブリッツカーブって。なんとかカウンターを回避したというシーンでした。いいよ。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが、僕もブリッツカーブを狙いに行こうとしたがダメ。まあいいんです。もともと取られてたやつだからな。 OK、 いいよ、いい感じよ。ああ、 OK、 いいよ。ここは素早くマーク。さあ、どうなった。シェバがそこ、はい、惜しい。入ってないんか今の。完全にゴールだと思った。まあまあまあ、いいでしょう。こうやってね、ブリッツあくまでもおとりよ。おとりのブリッツ。ただそのカードを持ってるだけで効果があるっていうね。さあ、一回ちょっとね、ブリッツカーブ、あ、おお、ブリッツカーブこいつも狙ってきたみたいなのを見せたいですね。ということで、さあ、今回、ああ、ちょっと、今度はちょっとブリッツカーブをわざと狙っていきます。マテウス、さあ、ミドル、おいおい、はあ、危ない、よし、危ない危ない危ない。今のは決められてもおかしくないですね。おいおいおい、ソン・フンミン、ナイス。そして組み立てながら攻め上がっていく。来た、なんで今走るのやめたん。わからんな。メッシからシェフチェンコ、
ちょっと待って、やばい。なんか固まってる。待って、ちょっと。取れる。取れたけがもうそれかんどうなって、おいやめろ。よっしゃ。最終的にやっぱ切り込まなあかんねんな。これシュート打とうと思ったら。普通にキエザまでおるのは知らんかったな。全員ブリッツ使おうとしてるわ。3人全員で。シェフチェンコからソン・フンミン。オッケー、いいよ。ソン・フンミンからトッティ。一旦、トッティで、中に入った後、これ行こう。来た、ブリッツ入ったで入ったで、おとりのはずの武器が。おとりの武器が入ったで、大きな追加点。さあ、これで気を良くして、ちょっとブリッツカーブを狙ってみましょうか。トレードマークという美しい軌道を描くシュート、ね、さあトレードマーク、トレードマーク、なんか他はでも普通に多分ねこのソーム強いから、ブリッツカーブがどうのっていうよりも、まあブリッツカーブおまけっすね、これ。さあ F マリシュート、 OK、 まだある、あーまあまあ叩き込まれましたね。パボってきた今回、ゴールパフォーマンス多分1回しかできないんですよね確か。オッケー。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。いいね。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。シュート。いやこれは違う。これは違う。ちょっとやっぱりペナルティーエリア内に入ったらブリッツカーブって、あのゲージ半分以上使うんで、よくないんですよね。さあマテウス。ああ。オッケー。キーパー、キーパー遅い。遅い。出足が遅すぎる。おい。何を見とんねん。それがちょっと守備的ゴールキーパーの嫌なとこなんですよね。取れるやつを取りに行かへんっていう。そして無駄にこのコーナーキックのピンチを招いてしまうっていう。ちょグッティが来た、グッティ来た。お、さあ、おい、大丈夫だったの？怖いよ、今の。おい。怖いなぁ。そうですね。枠には行きませんでしたけど、こういう回転の高かったシュートは得意ですからね。だいぶちょっとさっきの話だけど、ね、ジェノアのインフォームっぽいねんけど、もうこの手のインフォーム、リバウド乗った頃の悪さって、正直強くなかったんですよね。正直弱かったんで、あの、なんていうの、2位にすら慣れてないぐらいの感じやった覚えがあります。なんか結構、まあ、暗黒期って言われるところですね。うわ、まずいな。やめてくれ。いける、うわ、ソン・フンミン上手やな、これやはり。このソン・フンミン強い。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。あかん、やば。よくない。だが、よし。これちょっと最後までシュートも行きたい。いける。さあ、いけるぞ。カウンターだ。さあ、行こう。自分で行く。来た。シュート。おい今のは普通に決めようぜ。ミスった。おい、カウンター食らってる。おい、危な。危ない。ロスタイムちょっとしっかり取っとったな。危ない。さあ、それではワンスやっていきたいと思います。どちらが決めるかで、状況が大きく変わってきますからね。F バルドスとしては、特にチームとしていい部分が出てますね。よくないよ。オッケー、取った。僕ね、サラ欲しかったんやけどな。豊富な資金力さえあればな。あー、ダメか。あかんねえ、それ。ちょっと怖っ。あー、やばいな。おい。サラからソン・フンミン。なあ。危ない。これちょっと同点されそうやな。怖いな、普通に。強い。ちょっと、50分か。選手変えるところがない。ロドリ、マテウス、ロドリ、めっちゃ迷ってる。しかし、ソン・フンミン。あかん、行き過ぎた。キーパー？ OK。ちょっと伸びてしまいました。さあ、ちょっとこれ、前に当てます。OK。なんでやねん。おー、危ない。ビルロ。OK。ソン・フンミン。おっと、これはカウンターですね。メッシが空いてるから。このマッチアップどうなる？ロドリ、ここは抜かせません。あかん、取れへん。あかん、硬い。OK。取れた。うわー、やばいぞ、これはやばいぞ、オッケー、危ない、ちょ、それあかん、やばいぞ、なんとかなります。おい、おぉ、相手がごちゃごちゃしてるうちに、よいしょ、来た、シェバ、足遅いな、なんか、シェバ遅い、このシェバ遅い、このシェバ遅い、なんや、今の。スルーパスを狙う。はい。来たー。よし。
いいですね、ピルロ。仕上げはピルロで。よし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 。さあ、選手交代の時間です。61分。ちょうどいい感じですね。さあ、そもそもウィングとかいいな、これ。ウィングできます。ちょっとね、セカンドトップやと、マークきついんで、なかなか中に入れないっていうね。不具合があります。なので、ここちょっとアウィングにして、ちょっとサイドに離せて、中に切り込みながら、てか、そう言いながらもブリッツカーブ一応入ってるからな。入ったからね。うん、これどうしようかな。ファンダイクスタミナがないんですね。まあいいや、とりあえずもうちょっと使ってみます。さあ、共に選手交代です。そうだよ、ね、よくない。オッケー、なったなった。2人は、あーこの1点でだいぶ余裕ができますよね。ここからさらに1点取りに行くのか、無理はしないのか、そのあたりの見極めも必要ですね。ここで、あこのボールはレオンへ。細かくパスをつないで進んでいきます。ちょっとね、本当に良くない。うわあ、もう今度は距離感が遠くなった。インターセプトを狙う。ソンフンミ、オッケーよ。さあ、カウンターを仕掛けます。向こうソンフンミ、さあソンフンミで受けてくる。ここで丁寧にボールを扱う。あーかん、ブリッツカーブじゃない今のは。体勢が悪すぎたら出ないんですよね、あれ。体勢が悪いから今のは反応、ブリッツカーブならなかったんだと思うんですけど。あぶね、今のはやばかった。あ、でも前2点リードあるからな、まあ、もう1点取られてもいいこと考えたら、カウンターを恐れずに果敢に前に行って、早いカウンター、これをなんとかしのぎました。選手変えようか。攻撃をしていても相手チームは奪ってからシュートも。いや、ハーランド、いや、ザカリア、待って待って、ファンダイク変えます。ユジが行っとくわ、ここ。はい、これで行きます。ちょっとスタミナ心配なんでね、早め早めに動いておきましょう。勝てるかな、このここ中央勝ってますね。はい。F マリノスの状態であと1回のボールを残すことになります。スルーパスやったら通ってた。いいよ。奪いに行きます。もうめっちゃ読まれてるやん。そっちをクーラスからあかんかったね。今内から巻いていくようなパスやったら足元大事に行きます。 OK、 いいよ。来た。いやーダメか、届かへんな。ウーデゴーはここからカウンター早いですよ。 OK、 いいいいいい、抜けてくる。いいいい、痛い、やられました。メッシエ、危ない、ちょっと危ない危ない。よし、そこは呼んでいる。さすがスタミナいっぱいデューディガー。痛い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 。結構、いや結構やっとる。殺人級にやろうとしてる。来た、メッシだ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 。しかし、うまっ。ソルミン、オフサイドです。ゴールキーパーがいないので、オフサイドです。オフサイドです今。ゴールキーパーがいないので、ゴールキーパー前に出てたのでオフサイドです。よくない。同じ、あーこのボールをカットします。ジューベルトシューこのボールに触ります。やば、スルーパスを出す。とレオン抜いた。ああいいよ。数的にも不利な状況で来た。サンフンミン、サンフンミン、さあブリッジシュート、ブリッジシュート、まあブリッジシュートって何、シュートできんねん。サイドへ。ちょっと待て、ブリッジシュートじゃ、ブリッジカーブやからな。ヒルロ、いい守備です。来た、抜けてくる。よし、いや、いい位置ですね。いや、ブリッツカーブむずいな、やっぱ。ちょっとな、今、ブリッツカーブ狙わんでいいとこやからな、普通に。さあ、ソン・フンミン。ソン・フンミン。カマビンガからソン・フンミン。抜けてくる。おいた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 、何してんねん。おいって、自分らの選手だけでつまずきまくって。おい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 。もう一点ね、ブリッツカーブで決めたいです。セットプレーのチャンスが続きます。消えてくるか。終わりか。終わっちゃった。終わっちゃった。さすがに。さすがにもう試合投げてたから、終わっちゃった。ということで、いや、ブリッツカーブね、ただね、やっぱり発動なかなかね、まあ、やれるっちゃやれるんですけど、まあなんか、常用で使うというよりは、それを、やっぱり、巻き縁というか、それを警戒させての盾とかね、そういうので、行った方がいいんじゃないかなと思います。で、今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。で、さあ、双方に。
オーケー、ブリスコ、おお決まった、これよこれ